今回は、まあ、名称がバッキンガムナローチタンクライマービッグラップパッドっていう、チタン製、はい、チタン製の軽量、まあ、スパーっていう、それに、オプションでこのビッグパッド、こういうパッドがね、あのセットで、まあチタン製っていうことでまたすごい軽いものになってて、まあ、このフットアセンダーも、まあ、後付けなんですけど、うん、こちらの方も提供されてますので、あのアセントする際にあのこちらの方にねクライミングロープをつけてあの登っていくわけですけど、うん、これを今日あのつい先日ね、あのウッドタワー検定会で準1級を無事取得された足立翔平さんにあの使っていただいて、まあ、レビューをお願いします。インプレッションね、はい、していってもらおうかなと思ってます。まあこの最初の、まあ、インプレッションとしてどう？そうですね、このパッドの部分っていうのが自分は一番気になってるところで、でかいよね。そうですね、でかくてより安定するのかなって、今までこのベルトの方で無理やり押さえつけてたのをまたマジックテープっぽいこの押さえつけ、その締め付けすぎないものになってるのかなっていう、うん、あとはそうですね、どれくらい木の上で安定するかっていうのは自分の中で使ってみないと分かんないんで、で使ってみてからちょっとまた感想を言いたいかなっていう感じですね。まあ、今回はね、ベルクロだ、このロアの下の方のストラップも、まあ、私の方で今使ってるあのオニアバーさんから提供されているスパーとはまた違って、こちらはあのベルトタイプで止めることになるので、まあ、普段僕らが使ってるタイプと全く同じなので、うん、まあ、違和感なくは使えるのかなという気はしますけど、ね、まあ、一番やはり気になるのはこの大きい、うん、大きい、とても大きいこのパッドが、うん、どのぐらいね地上での安定感をこう、まあ、につながるのかなっていうところが、うん、こういうタイプの使ったことないんで、そうですね、初めて使う方と同じような目線で話せるかと思いますね。というわけで、まあ今日、まあ、現場に来てるんで、とりあえずやってみましょうということで、フェードアウト。現場で、うん、使ってもらったこちらのあのオニアバーさんからね、送ってきていただいた第2弾、バッキンガム社の、バックライトチタニウムブラカーなんじゃない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 、違う違う、クライマーなんです。これがバッキンガム社のバックライトチタンクライマーナロースティラップウィズビッグバックラップパッドっていうスパーなんですよ。まあ、あのバッキンガム社は、うん、あの基本構成はあったとしてもオプションでねこういろいろと付け替えができるっていう
そういう売り出し方をしてるんで、まあこれ基本はこのチタン、うん、まあ、軽い素材のチタン、耐久性もあるというね、カーボンに比べて耐久性もあるそうですけど、うん、そういう基本のシャンクで、今つけていただいているのはこのポールギャフですね。まあ、長いツリーギャフと、まあ、通常のサイズのポールギャフっていうものなんですが、こっちはポールギャフがついてます。で、フットアッセンダー、スパー用のフットアッセンダーがついていて、で、これはロワーベルトっていうのかな、これは、うん、下側の、まあ、足首を固定する、うん、まあ、ベルトですね。で、こちらの方で、ふくらはぎから膝の下ぐらいまでをこう大きく、うん、カバーする、まあ、パッドですね。まあ、名前の由来からしてもこうビッグパッド、ビッグラップパッドっつってね、うん、名前がついてるぐらいですから、とても大きい。だからこの大きさの比較だけでしてみても、このいつも潜水で使っているスチール製のこのパッドと比べても見てわかると思うんですけどね、こんなに2つ分ぐらいあるんじゃないかっていう大きさで、うん、まあ巨大だよね。っていうか今日ね、足立くんに仕事でね、使っていただいたわけで、まあ、初めてファーストインプレッションってやつなんですけどね、まあ、その感想っていうのも、はい、うん、まあちょっとお聞きしたいなっていうところで、まあ、ちょっとどうだった、まあ、まず、まあ、自分が普段使ってるのはこちら側のバッキンガム社のこちらの方を使ってるんですけど、まずこちら使ってる時にソール、靴のソールですね、ここの部分が時々外れるんですよ。で、外れるとやっぱこの靴じゃこれは履くのはちょっと怖いなっていうところあったんですけど、ここの部分はなんかしっかりと足がドンって乗っかるような感じがして、アプローチシューズでも履きやすいっていうのがすごいメリットに感じてます。そんなに形状違ってる？そうですね、見えますか？差が出るのわかるか。こちらの方がなんか大きいんですよ。で、こちらの方が丸まり方が結構タイトになってる。そうです、そうです。テーブの、まあ、要するに土踏まずに当たる場所の、うん、はい、この幅っていうんですかね、うん、なるほど。じゃあちょっとこれあれだね、ちょっと持っててくれる、はい、あれがあるんですよ。あ、ウェイウェイウェイ、ノギスがね、ウェイウェイ、だから先に丸まってるんですね。 4.5 センチぐらいだね。確かに、うん、こっちは6センチぐらいあるね。 1.5 センチぐらいね。だから乗っかり方がこの幅ですね。そうですね、この幅の違いが、うんうん、アプローチシューズでも使いやすいっていうのがあるんで、ね、いつも私たちね、潜水がこう使っている、うん、こちらの方のタイプ、このスチール製のタイプだと、まあ、今お借りしているスパートクラスで、この靴のスチールマズに当たるこのテープの平らな部分ですね、この部分に 1.5 センチぐらいなんかこう幅の差があって、うん、まあ、今お借りしている方がまあ狭いっていうわけなんですけど、まあ、そのせいなのかわからないんですけれども、やっぱりそのアプローチシューズで仕事するときに、かかとがずれちゃうんですよね、シャンクからかなりずれちゃって、まあ、抜けそうになっちゃう時もあったんですけど、まあ、そういうまあ怖さが あったんで、まあ、通常このロガーブーツっていうものを履いて、かかとがこう高い、アプローチがこんな感じですね、こういうかかとの差があるんですけど、うん、こういうかかとがあるものを履いて、まあ、これ右足のこういう感じですね、こういう感じ、こういうふうにずれないんですね、これ履く、こう履くことによってずれづらいんですね。もうこれで仕事いつもしてるんですけど、まあ、本当安定感あって、この状態でやるならば、まあ、全く問題がないんですけどね。
こういうものを使ってたんですけど、これずっと使用しててこっちにまあやる、だからアプローチシューズで仕事してそのままアプローチシューズでこっち履けるで足がずれないっていうのは俺すげえメリットだなっていうのは、こう初めて使っても全然足にフィットするような感じがあるんで、これはこれ好きだなって思いましたね。安心感はすごく本当半端なくて、そうちゃんと乗っかってつけてるっていう安心感はありましたね。まあ、うん、僕も今回ね、オニヤワンさんからこちらの、スパを、まあね、モニターとしてね、使わせていただいてますけど、まあ、やはりその旧スチール製の、まあ、スパに戻れるのかなっていう、最近ちょっとその不安感軽さがもう何せそうですね、まあ別次元になってきたんで、2、3時間なら全然いいんですけど、ね、ちょっと最近ずっとこれ履いてるので、今日も杉のね、仕事の時に、使いましたけど、やっぱりその疲労感っていうんですかね、膝とかその足装着してる箇所、いや締め上げてるこの2点に来るその締め付け度から来る疲労とかその圧迫っていう、まあ度合いは正直もう本当全然別次元、ですね、全然使えるから、いいだから履いてるっていう感じがちゃんとしっかりする、つけてるじゃなく履いてるっていう感じが、このパッドもそうです、履いてるっていう、パッドどうだったのこっちは。そう、これも同じですね、安定感が多分大きい感だと思うんですけど、安定感があるんですよ、ね、だからそれはつけてるじゃなく履いてるっていう感覚が強くて、なるほど、はい、じゃあパッドについてはまあやはりその金額はね、金額に落ちてたけども、前回のねスパート同様、高いものはそれだけ、装着感もホールド感もいいと、いや良くなってると思いますよ、俺は、はい、まあ、だからそれは短時間でのね、ワークに関して言うと大きい差はないかもしれないんだけど、まあやはりその半日レベル以上にこう入っている場合はきっとっていうか多分間違いなく疲労の差は出てくるっていう。じゃあまあこれもまたインプレッション2回目3回目と続く中で、はい、その、まあ、部位のね、その劣化具合とか、はい、部品の劣化具合とか、あとはそのインプレッションが、まあ、どう変わってきたかとか、そういうものは、まあ、経過観察というか、そうですね、しながら、まあ自分がどっち買いたいかって言ったらこっち買って、でなるべくアプローチシューズのままこう作業したい、なんで自分が買うなら本当にこっちを先に 買いたいなって思うっていうところですかね。で作業した作業感の違いが分かってるからこそこっちにしたいっていう気持ちがでかかったっていうのが今日の総評になりますね、はい。まあ、実際のこう足立くんが装着して仕事している作業風景も、まあ、この動画の中で、まあ入って登場してますから、その彼この 172cm の身長で、まあ約 65kg ぐらいかな、いや 72、3kg ありますね、2kg 違いますよね誤差大きいけど、まあ、ね、標準、まあ、ちょっと格闘家なんでね、筋肉質のせいでちょっと重いんですけど、まあ、タイプで言ったらね、細身とは言わないけど普通体型 で、そうですね、身長もまあ普通ぐらいあって、はい、うんうん、そんな彼が入ったら、この大きさがこんな感じの大きさなんだなっていうのは、まあ、非常に今日の作業動画、まあ参考になるんじゃないかなと。やっぱね、細い方が履くとスパーが浮き立つような風に見えて、ちょっとかっこいいのかなとかって疑問に思う方もいると思うので、まあ、そこら辺は非常に参考にしてもらえればいいかと思いますので、まあ、ぜひ、購入に関するお問い合わせとか、そういうご相談などは、まあ、コメントやオニヤワンさんの方へ直接お問い合わせいただければと思いますので、まあ、今日は私専務と足立でやらせてもらいました、まあ、やらせていただきましたので、はい、まあ、これでおしまいにしようかと思います。さよなら。
ありがとうございます。